三重県四日市市樽坂町、毎年10月に樽坂神社の大祭で獅子舞が行われています。樽坂神社の獅子舞はおよそ170年前の弘化元年に樽坂町と他の工事組合の間で訴訟が生じ、樽坂町がそれに勝訴したのを祝って始まったとされています。9月になると10月の大祭に向けて樽坂公会堂で練習が行われます。樽坂神社獅子保存会が中心となって、青年や子どもたちに舞の伝承がなされています。この良き、天気に皆さん恵まれるということで大変喜んで、おります。それではスタートしますので、お願いします。祭り初日の早朝、4頭のメスの獅子が神社前で揃って舞始めを行います。舞い始めが終わると、獅子は分かれて町内の家々を回る飼いならしに向かいます。夜になると樽坂神社境内で舞が奉納されます。平成22年度の樽坂神社獅子舞を行います。
Thank you.
祭り2日目、初日に続いて家々を回り、祝い事のあった家などで本回しを行います。
本回しの最後は樽坂公会堂の前で舞納めです。Yeah!
四日市市の無形民俗文化財に指定されている龍坂神社の獅子舞。地域の人たちに支えられ、これからも末永く受け継がれていくことでしょう。